皆さんこんにちは、昨夜です。いつもご視聴ありがとうございます。またチャンネル登録をしていただいている皆様、動画作りの励みになっております。いつもありがとうございます。本日ご紹介するお料理は、持ち運びにも便利なパンで作るキッシュです。それでは早速作っていきましょう。まず、ボウルに今カットしたほうれん草が 50g 入っています。おおよそ、えー、茎で言うと3から4本ぐらいですね。 そこに、えー、ベーコンを細切りにしたものを100グラム加えていきます。細切りベーコンが入ったら、ホットケーキミックスを150グラム、卵を1個割り入れて。 さっくりと混ぜ合わせていきます具材が軽く混ざったら牛乳五十 c c を加えてさらに混ぜ合わせていきます牛乳を入れてよく混ぜ合わせたら中に入る具は完成します次に紙コップとサンドイッチ用の耳を落としたパンを用意しますパンを紙コップの中にこのように入れてこの中央に先ほどの具材を詰めていきます はい、このように紙コップに中身が詰め終わったら、あとはミニトマトなどをお好みで添えても可愛いと思います。あと溶けるチーズを少しかけていただいてもいいと思います。ここまでできたら180度のオーブンで30分焼けば完成になります。はい、焼き上げが完了しました。紙コップで作ったのはこのように紙コップを破きながら食べていただくと手を汚さずに召し上がることができるためです。 もう一つ理由がありまして例えば恋人といった時はこのようにメッセージを書けますしあるいは、えー、友達と家族と、ね、このような感じで紙コップだとメッセージを書くこともできます。はい、今日は、えー、パンでで作るキッシュのご紹介でした。今日はパンで作るキッシュのご紹介でした。本日もご視聴ありがとうございます。